池田です。ご視聴ありがとうございます <coughs>。あの以前にも動画であの取り上げたんですけど、美術館女子っていうワードがあの炎上していて何のこっちゃと思ってたんですけど、その美術館女子っていうのがなんか終了したようなので、あのちょっとその朝日新聞の記事をちょっと読んでみます。今月12日まあ、6月12日に読売新聞オンライン配信された。 美術館連絡協議会事務局読売新聞東京本社の企画「美術館上司」が28日までに公開を終了していたことが分かった作品を背景に女性アイドルを撮影したプロジェクトでネット上では若い女性を無知の象徴として扱っている女の子を鑑賞する人間の目線でしかないなどの批判が上がっていたということで。 まああのアイドルですよね AKB のアイドルがあの美術館に訪れてその美術館にある作品と一緒に写真写ったりしてあの美術館とかそういうのを盛り上げようっていう企画の趣旨かどうかわからないんですけど多分そんな感じの趣旨だとは思うんですよ。 で僕は前の動画でこれの何を取り上げてたかというと <coughs> この美術館女子っていう企画そのものを僕は全然知らなくてまあ炎上したことをきっかけに知ることができたんですよね。なのでそのこの企画の内容そのものはともかくあのマーケティングというか宣伝には成功したんじゃないかっていう僕は動画を撮っていたんですけど。 だから今後このまあ連載的に続いていく企画にする予定やだったみたいなん,ですなんですけど最初の初っ端でこんだけ炎上したことによってあの美術館女子っていう企画が多くの目,の目に触れることになって多くの人が良くも悪くも主に悪い印象だったと思うんですけどどのみち多くの人に知られることができた結果が生まれてたんですよね。 今後その1回目の失敗をこう考慮して2回目3回目とちょっとずつ改善していくことができたらすごい良かったんじゃないかっていうようなことを僕は動画でで撮ってたと思うんですよねその炎上したことによって、まあ、わ悪い印象として知られたかもしれないんですけど「あの悪名は無名に勝る」っていう言葉があるようにその何て言うんですかねそすごく この美術館女子っていうのはどっちかというと悪名としてなんですけどこの美術館女子っていう企画がこの炎上させてるこう批判を乗せてる人たちが言うようにちゃんと優等生としてお行儀の良いというかまあ行儀が悪かったわけじゃないんですけどそのちゃんといろいろ考え込まれてその誰,誰からもその批判されないようなそのちゃんとしたあの企画になってい いた場合もしかしたらま,まあその場合炎上せずに全然知られることもなかったと思うんですよね。そのこういう企画はやってるけどもほとんど誰も知らないうちに進んでいて誰も知らないうちに終わってたんじゃないかっていうのがそのまあ美,術美術を知ってる人とか美術館に足しげく通ってる人はそういう企画があるのは知ってたけど。 そういうい興味がない人にとってはそういう美術館女子という企画さえ全く知られずに終わっていたかもしれないんですよねちゃんとしたこう批判して炎上するようなことが起こらないようなその企画内容であっ,たあったならっていうことなんですよねでも今回は幸いにもこう幸いにもというかその悪い意味で炎上したんですけどそれでも多くの人に周知させることはできたんですよ。 だからこれここでやめるんじゃなくて2回目はその正直にちょっと1回目のはあんまり考えてませんでしたうちらはバカでしたみたいな感じでそのもうちょっとこう深くこの件に関して掘り下げてこの美術に対してもちょっと真摯に向き合った感じでやってみますとか言ってまた批判きたらまたやっぱりこういうとこが駄目でしたとか言ってちょっとずつ成長していくような姿を見せて 行けたならもう最初の趣旨がそういう趣旨じゃないかもしれないんですけどあこの運営している人たちもちゃんとこう何ていう学習してそのいろいろ取り入れてそのなんかいいものにしていこうとしてるんだなっていうなんか姿勢が見えたりしたら最初の批判なんかどうでもよくなってくるはずなんですよね。ななのののでで最初のスタートの時点でこんなに大きいその 読者層じゃないですけど知られる状況がせっかくせっかく作れたのにここで途中でやめるっていうのはそれこそ本当のなななんじゃいいかなって思いました別にその美術館女子って言ったからって女の子が軽蔑されて女の人が軽蔑されてるって思った女の人ってどれぐらいいるんですかねなんかかどちらかというとうその 女の子が正面の,そのメインになっていて後ろにあの作品が写ってるのでなんか作品が脇役みたいになってるじゃないかみたいなそっちの批判はまだ分からなくもないんですけどただそれでも炎上したっていうことで人々多くの人に知られたっていうことは確かなのでなんかもったいないなと思いました。せっっかく美術館女子っていう 名前のまま続けてたらその,そのタイトルがダメなんだみたいなこと言われるかもしれないんですけど、まあ、タイトルをこの女子のところに横線引くとか、ね、そういう何か何でもいいんでそのちょっと自分たちの考えが浅はかでしたみたいな感じで第2回目はちょっとここ,こをこう改善してこういうふうにやっていますどうですかみたいなそういう,こう出し方でバーンって出してこれでもあかんって言われたら。 じゃあ次はこうしてみようみたいな,なんかそんなやり方もできたんじゃないのかなっていうふうに思ったりしましたということで美術館女子の企画が僕は次どんこの1回目の炎上を受けて次どんなことをこう打ち出してくるのかなっていうのはちょっと楽しみだったんですけど終了してしまったのはちょっと残念だなと思いましたなんかアホちゃうかと思ってしまいました以上です この話面白かった人はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。